ドリーム社長の松田明美です。旅をしながらお仕事できたらいいと思いませんか？実は私もですね、そうやって旅をしながらお仕事ができたらいいなと思って今のような形を作ったんですけれども、今回はですね、あの牛肉が美味しい宮崎と鹿児島にですね、旅をしながらちょっとね、素敵な起業家さんに会いにインタビューしに行ってきました。宮崎県でがま口を作って販売している作家さんであり、そしてオンラインの講座をやっている素敵な女性に会いに行ってきました。それではその様子をぜひご覧ください。はい、ではここからはまえちゃんとね、お話聞いていきたいと思いますが、まえちゃん、そもそもさっきね、お話聞いたら、はい、起業してから17年、ハンドメイドを始めて17年なんですけど、起業して今10年ですね。それは、起業して10年ってことは、開業届を出して10年ですね。なるほど。開業届を出そうと思ったきっかけみたいなのってありますか？他の先に開業届出して結構頑張ってた友達から、やばいよって言われたのきっかけでした。やばいよって？売り上げが出てくると、税務署の方が、やっぱ見に来るから、まえさん、そろそろ出した方が、やばいよ。やばいよ。そうなのって、もう気軽にやってたので、そうだよね、なんか始めるんですか。はじめじゃあどんな活動してたの？はじめはもう地元のマルシェに出て、1日その過ごして、またマルシェがあったら出るとか、委託販売もちょっとやってましたけど、なんかこう、楽しんで、お気軽にやってた。もともとそのものづくりするのが好きだった。そうですね、なんか好きだったみたいです。へー、あ、そうだったみたい。なんかハマってきました。なんかハマってて、時代の流れとしてハンドメイドのマルシェとかもよ、いっぱいあったから、それでやってみようかなって感じで、で、そしたら、その当時で売り上げどれくらいあったんですか？売り上げが月に20万ぐらいあって、もうだからやっていけるよね、そしたら。そうですね、でも、計算とかうまく分かってなくて、経費がどれだけかかって、じゃあ売上はそれだけあるけど、利益はどうなのって言った時にびっくりして、あ、これじゃダメだと思って、そうやって友達の勧めもあったので、創業塾に入ったんですよ。なるほど。この市の、それで、自分でやっていくってどういうことなのかなっていうのを少し教えてもらって、そこから本腰を入れるんだ。なんか、その趣味でやってた時と、創業塾変わって本腰を入れ始めた時と、どういう点が大きく変わってきました？もう、経営とか、材料費、経費、何が何にかかってるっていうのも考えるようになりましたし、値段はまだやっぱりその頃は低めの設定だったんですけど、その経費のことを考えないといけないっていうのも変わりましたし、まずもう責任感が、全然これお客さんがお金を出して買ってくださるんだから、なんか趣味に付け合わせるわけにはいかないなっていうのは大きい気持ちが変わりました。じゃあやっぱそういう創業塾に一回参加してみて、でその起業とはどういうものなのかって知ったのはすごく良かった。はい、きっかけでした。それはその、要は開業届を出す前、後出すちょうど同じくらいのタイミングでした。じゃあそこで学んで、そこから大きく変わったの、その気持ち以外に何かこう活動の仕方が変わったとかありますか？いろいろ商工会にもアドバイスいただいて、活動の幅がだんだんネット社会にも、あ、そろそろ出ようかなっていうタイミングで、いろいろアドバイス。その何、まだマルシェとかでしかやってなくて、オンラインとかでは販売してなかった。まだ全然開業したての頃は、まだとんでもないなっていうのがあって。そうなんだ。でも、やってたといっても、フリマサイトはやってたんですけど、ちゃんとハンドメイドサイトで他の作家さんたちと肩を並べてっていうのはまだできないと思ってたんで、だけどやってみようかなっていう時にアドバイスいただけたので、そうするとやっぱりプロの方を、写真家の方を紹介してくれたり、税理士さんを紹介してくれたり、いろいろ情報が入ったので、もう仕事の取り組み方が全然変わってきました。本当だね。で、その時はまだ革とかはやってなかった。それとも初めから革？革はもうお客さんのリクエストでやって、革でバッグを作ってくれって言われたのがあったので、革はなんとなくやってたんですよ。だけど本当に自己流だったので、うまくいかないことが多かった。
商品もいまいちなんです。なるほど。え、じゃあ今度は革の学校とかも入ったの？あ、革の先生のところに、うん、鹿児島なんですけど、うん、4年ぐらい通いました。えらい楽しくなっちゃう、うん、やっぱりガマ口の作品に革も絶対転用できるし、うん、まず革で何か作るのも面白いだろうなと思って、うん、もう夢中になって通いました。でそれで4年ぐらい4年ぐらいですね。4年ぐらい参加して、はい、でだんだん自信もついてきて、そうですね。でそうなってくる革のアイテムが増えるとやっぱバリエーション増えるかな。あ、増えました。どうですか、そういう意味で言うと、どういうものからスタートして革アイテムに広がったことによってどういう作品になっていったみたいなのありますか？最初はちっちゃいもうポーチとかだったんですけど、うんうん、あの大きいバッグを作れたり、うん、革の中でも看板商品作りたかったので、うん、L 字財布に挑戦したんですね。そしたらもうそれにバーンと値段をつけられるようになって、うん、財布って需要があるんだなっていうのをその時に体感したので、うん、じゃあガマ口も革で、うん、今なら先生に教わりながらできるな、うん、商品としてできるなと思って、うん、それをまたガマ口に持っていった感じ。もともとガマ口は作ってた感じ？作ってますよ、布でした。布で一生懸命だったけれど、でもこの革にできたから、はい、やっぱ革にするメリットって何ですか？単価がもう全然違いますし、うん、正直売れ行きも革の方が違う、全然違います、ね、うん、お客さんも長く使いたいからっていうので、うん、革を、ま、少し値段があっても買ってくださるので、うん、そしてそれをリピートされるっていうのが、うん、なのでお客さんと長くつながるようになりました、革をやりました。そうなんだ、革って長く使えるから、はい、逆にリピートないんじゃないみたいに思う人もいるかもしれない。お客さんが革の虜になっちゃって、うん、あ、じゃあ違うバッグをじゃあ革でお願いしますとか、うん、お母さんにあなたの財布が良かったから、うん、お母さんに財布作って革でとか、うん、だから革を使い始めるとお客さん、うん、もう布に戻りたくないっていう気持ちになるみたいで、どんどん革の商品を注文いただけるようになります。そうね、で革がね増えたっていうことなんだけども、はいはい、でもほら、まいちゃんさっき見せてもらったリバティ？あ、リバティ、はい、リバティはなんでまたリバティ？あ、リバティはもう最初からです、うん、あ、もうずっとリバティは浮気してなんです。あ、そうなんだ。それに仲間の革が加わったって感じ、うん、自分で作り始めた時にはどういう気持ちだったの？かわいい、リバティがかわいい、リバティかわいい、なんか最初のきっかけは、うん、コフのこたつカバーを 手で塗った上司がいて、うんうん、その写真を見て衝撃受けて、うん、私もなんか作りたいと思って入った手芸屋さんが、たまたまリバティの専門店だったんです、ね。うん、そしたら何この可愛い、うん、何と思って、うん、そこにガマ口のキットもあったので、うんうん、もうそこからドハマりして。でもよく聞くじゃん、ガマ口って作るの難しいって、はい、はいはい、どうでしたそれは？難しかったですけど、うん、音とか形がブサイクでも可愛いが成立したんで、うん、もう病みつきでした。病みつきになって、はい、で、まあ、そのさっき言ったリバティに革が加わって、はい、まあ、最強な眉ガーデンができるわけですよねそうですね、どっちも相性を殺さないんですよね、うん、リバティに革を合わせても色同士がデザインとして成り立つし、うん、革にちょっと違う生地だと目を取りすることがあるんですけど、リバティもやっぱりブランドの生地なので、お互いがこう引き立てあって、私のお客さん像にはとっても合ってるので。え、でもその時もまだそのハンドメイドマルシェとか、そういわゆるイベントで、はい、イベントでよく多分皆さん思うんだけど、はい、そんなあのゾウは言ってもね、街中のハンドメイドマルシェでそんな高くして売れますかっていう、どう、あ、どうですか？ありますよね、うん、でも自分にファンがついてくださると、うん、最初はじゃあお財布1万7000円高いなって買わなかった方も、うんうん、最初は私の他の商品を買って、うん、よかったから、うん、今度は財布が欲しいですって次のマルシェで来ていただいたりとか、うんうん、あとはやっぱり戻ってくるんですよね、お客さん一回帰って、うん、やっぱりちょっと家に帰ったんですけど、うん、やっぱりあのあれが欲しかったんで来ましたって、うん、この間もそんな言ってくださって、うん、まあ、確かに単価はその他のブースさんとは高いかもしれないんですけど、うん、それだけじゃなくて、うん、他の商品置いてるので、うん、あ、いつかはあれ欲しいなっていう目安にもなるので、うん、まあ、必ず持っていっています。なるほどね。1ヶ月に大体どれぐらいマルシェに行ってたんですか？もう先生、私ちょっとマルシェ中毒だったの
て、うん、楽しかったんだ楽しかった。お客さんと会えるし、うん、注文もそこでいただけるので、うんうん、1ヶ月にもう7、8回出てましたね。遠いとこまで友達と旅行で関西行ったり、そんな遠征してたんだ。してました、してました、それが楽しくて、うん、夢中になっていってました。でもそれって結構やっぱりそれ1回のイベントの売り上げがそうやっていくらかって立つ、大体どれぐらい、イベントによって違うだろうけど、イベントによって違いますけど、うん、1回で30万とか、すごっ、30万とか立っちゃうんだ。立ってました。へえ、そうなんだ。コロナ前ですね、うん、コロナ後はまたちょっと状況変わってきましたけど、うんうん、やっぱり遠くまで行っても、うん、初めてさんでも、うん、やっぱり 目を引く、その男性の皮と違ってカラフルなので、うん、お客さん来てくださって、うん、初めましての方も、はい、でもそれでイベントに出るってことは、はい、多分宣伝もしてたでしょ。あ、そうですね。っていうと何をやってました？ SNS とかブログとか。あ、ブログでした。私もずっとブログで。何年ぐらい？ブログも開業する前、うん、趣味の頃からなので。やってたんだ。もう10年以上やってます。アメブロですか？アメブロです。あ、じゃあもう私と一緒です。あ、本当ですか？はい、アメブロです。これ10年ぐらい前って、はい、そのアメブロがやっぱり一番、ね、そうですね、うん、だったから。じゃあそのアメブロで集客ができた感じ、はい、集客っていうかファンが長く育ったっていう、うんうんうん、例えばお客さんがこの財布を母に作ってくださいっていうエピソードをメールとかでやり取りするじゃないですか、うんうん、で完成した作品を載せると同時に、うん、お客さんがどんな思いで、うん、その注文したっていうのを全部ブログに書くんですね。そしたらそのお客さんがその日のブログの主役なので、うん、すっごく喜んでくださるんですよ。だからもう一人のお客さんと長くお付き合いをして、うん、それが広がっていったというか、だから宣伝というよりはお客さんにこういう感じで作りましたの、うん、本当に日記みたいな感じでやってたら、うん、まあ、それを見た人が今度はその商品がカタログになるので、うんうんうん、あ、その色違いが欲しいですとか、うんうん、そういう感じでお客さんがつながっていた感じです。もう皆さんに聞きましたよ。まゆちゃん自然にそれできてたんだね。だからお客さんが何をやったら喜ぶかな、うんっていうのと、もちろん自分の記録でもあったんだけど、どっちの要素が初め強かったの？だから自分の記録なんかお客さん喜んでくれるだろうなっていうところなのか、うん、お客さんに注文してくれてありがとうと思って、うん、あの待ってる間楽しみじゃないですか、うん、オーダーって、うん、その待ってる間を含めて、うん、できましたを、うん、いや写真と文章だったら、うん、またその人が見返した時も、うん、嬉しいだろうなと思って。嬉しい。ずっとやってました。まゆちゃん、皆さんそうなの。こうやってね、自然にできちゃう天才肌っているんですよ。いやいや。だから、今までの話聞いちゃうと、まゆちゃん初めから売れてたんだって思う人結構多いと思うんですよ、ね。どうですか、うん、なんか初めからあんまり苦労はしなかった。売れてないなとか、なんか値段安すぎてちょっと私、モチベーション下がったみたいなのあった。売れるのは、うん、おかげさまで順調に毎年伸びていったんです、うん、だけど、まあ、どんぶり勘定だったんですよ。開業する前は、うんうん、じゃあ実際のところどうなのって振り返ったら、うん、まあ、落ち込んでたかもしれませんけど、うん、あんまり振り返ってなかったんで、今は、うん、ちょっと思いますけど、うんうん、楽しくやってきました。楽しくやってた、はい、で楽しくやってましたって時に、うん、なんでまたドリームやろうと思ったの？それは先生、うん、コロナになったので、うんうんうん、私ちょっとお客さんと接する機会が少なくなったんですよ、うん、イベントばっかり出てた人だったら、うん、寂しいなと思って、うん、でそのタイミングで、うん、このマリコさんが増えたので、マリコさんね、工房借りないともう場所がやばいなと思って、うんうん、工房思い切って借りたんですね、うん、そしたら、あ、この工房だったらコロナでもお客さん一人ずつでも来ていただけるなと思って、うんうんうん、レザークラフトの先生も助言あって、うん、教室したらどうですかとワークショップになる、うんうん、そしたらもうそれがまた違う楽しさで、うん、イベント、うんうんうん、ああこれずっと続けたいなってこの楽しい、うん、なんだろう、教えるとできた楽しいの関係を続けたいなと思ってたタイミングで先生を知ったんです、うんうん、それはなんで？ですね、うん、広告流れてきたインスタでも見てた、確かにその前も見てたんですけど、うん、その時はあーって思ってたんですけど、うん、やっぱり自分が、うん、あ、もっと続けたいこの楽しい時間って思った時に、うん、YouTube をまた見たんです、うん、
そしたら先輩たちが、うん、こういう風になって今こうですって夢を語ってるのを見て、うん、ないと思って。あ、へえ。じゃあやっぱり YouTube やってよかったの。はい。あれ全部先輩見たんですよ。あ、本当。だから先輩たち全部見ました。ありがとうございます。だから、ああそんな世界なんだって、うん、広告で見た時はあまり分かんなかったんですよ。うん、YouTube 見て、うん、そうなるんだっていうのが、うんうん、キラキラしました。へえ。まあ、確かにみんな楽しそうだし、ね、よく言われる楽しそうだし、みんなあの私となんか仲がいいって、はい、そうそう、仲いいんですよ、本当に。わかります、でも、ね、そうそうそう、それで、まあ、YouTube 見てくれて、はい、で何かあの別に体験会じゃなかったんだよ、あ、もう実は私、うん、それこそ A タイプなので、うん、その3日後にはもう講義始まってました。そうだそうだ、マジで結構最後の方で、最後の人でした。何期？7期です。7期の最後で、ね、7期の、うん、今日カレンダー見てたら、うん、6月の14か5くらいに、うん、ちょうどホテルで、うん、なんか自分の休養で、うん、ホテルゴロゴロしながら YouTube 見てて、もうやるしかないと思って、うん、メールして、うん、それが1年前。え、まだ1年経ってないの？経ってないです。まだあと1ヶ月で1年。びっくりしちゃった今。本当ですか？え、まゆちゃんそうだったっけ？そうです、そうです。7期ってそう、今だって何期？7期です。今8期か。そうだよね。すごい。で、もうやるしかない。で、確か1回面談したよね。はい。面談した時には、はい、私も分かんなかったの。だから、はい、すごい活躍されているガマ口の方が、なんか連絡があったみたいな。で、お話しましょうみたいな。はい。でもなんか、半分ぐらいもうやる気みたいな、はなんか感じがしたのよ。あ、私出てました。うん、出てた、それ。あの、私やるぞ、みたいな、こう、ニョロニョロって出てて、そう。出てました？もう始まるよって言って始まって、はい、実際どうですか？お勉強してみて。もう、うん、目まぐるしかったんですけど、うん、毎日楽しかったです。なんだろう、まゆちゃん、その。なんですかね。っていうか、活動も楽しんでるみたいな。こうやってお勉強するの初めてだった。あれでね、オンラインで勉強するのも、うん、こういうマーケティングとか本当に、ね、うん、商売をするっていうことのお勉強は初めてだったからやりたかったんですよ、うん、このままじゃ、うん、ダメだぞっていうのがあったの で、うん、でその教室の楽しさをもっと続けたい、うん、どうするんだ、集客どうするんだ、このままじゃっていう時の先生と出会いだったので、うんうん、はいって言って、もうでもね、もうね、正直に話しちゃうと、はい、大体面接の時に、はい、あ、この子も初めての時にドーンと行くなっていうのは、あのね、ごめん、分かっちゃうんだよね。で、もう、まゆちゃんは絶対行くなっていうのは分かってたのにすごくあるんだけど、でも実際にね、じゃあすごい新しいことをマーケティングっていうか、はい、まあ、お教室応援もそうだし、オンラインもそうだし、はい、で、学んで、まあ、自分の中ではもう毎日新しいことを勉強するのが楽しかった。まあ、楽しいだけじゃないんですよ、うんうん、なんでこんなこと知らないんだっていうのもあったんですけど、もう1時間ごとにできることが増えるじゃないですか、うん、自分でやってる時もそうですけど、うん、講義受けながらとか、うん、先生たちのグルコン受けながらでも、うん、あ、1時間前は知らなかったことを、あ、もう注入されてるって思うと、うん、なんだろう、乾いてるところになんか染み込んでいくみたいな、何、なんか今ゾゾゾってきちゃったんだけど、そんな感じでした最初。そういうことを、どういうこと、なんていうのかうまく言えない私。今なんか、はい、そんなんかピュア。ピュアですか？ピュア、めっちゃピュア。だってそんな、私もお勉強ね、すごい 大好きっていうか、大人になってから好きなことしか学べないから、はい、結局。自分にお金出して、好きなこといっぱい学ぶから、はい、楽しいはすごいあるんだけど、うん、そんな風に思ったことなかった。1時間前知らなかったのに今。本当です。1時間前に知らないことを、昨日知ってたかなこれっていうのが入ってきてるのが面白かった。それが楽しかった。なんびっくりしました。なんか小学生みたいな、なんかピュアだよねって思わない？なんかピュアって思った。それぐらい。先生、私、ホロちゃんに、うん、私のね、面倒見てくださったホロちゃんに、ホロちゃんね、うん、最初言われました。小学生の男の子見てて言われました。ああ、同じ男の子なんだろう。わかんないです。でも、なんかそんな感じ。なんか、初めて、なんか、昆虫採集に行って、自転車が漕げるようになって、うん、あ、そうそうそう。いろんなとこ行けるようになった、うん、感動でした。でもまさにそうだよね。マーケティングの勉強して、はい、それこそ自転車手に入れた感じだよね。そうですね、自転車手に入れて、はい、こうやって行くぞって。
で、まあ、実際ね、はい、講座作るのも初めてだった。あ、もちろんです。ね、オンライン講座作るの。今まではワークショップはやったことあったよね、はいはい。だけど、なんか連続のこうカリキュラムみたいなのは、まあ、型紙は実際あったんですけど、うん、もう、7回で終了だった。でも、それをやり始めた段階だったので、うん、これをまた私、新しいお客さんを集めるのをどうするんだ、この地域でって思ったので、やばいと思うんですよ。で、まあ、オンラインだよっていうことで、はい、まあ、オンラインをね、こうな、うん、学んでいただいて、はい、でそれでもう吸収して、ドクドク吸収して、で、新しい講座作ったじゃないですか。はい、連続の講座を作りますってやった時に、はい、まあ、よくありがちなのは初級、中級、上級で作りましょうなんだけど、はいはい、ちょっとうちの場合は、もう皆さんにアドバイスしてることがあって、はい、まあ、これ全部コンプリートしたいっていうのはやってくださいっていうふうにアドバイスしたんだけど、まゆちゃん的にはその時何作ろうって思いました？私もいっぱい詰め込もうと思ってました。あ、なんか、初心者の人も作れるポーチだったり、うん、ちっちゃい小銭入れだったり、うんうん、でも本当に提供したいのは、うん、まあ、大きい型紙っていうのがあったんですけど、うんうんうん、その手前の親子がまぐち、うん、両方なら学べる講座盛りだくさんにしようと、すごい鼻息が荒くて、うん、それ先生にアドバイスいただいて、うん、絞りましょう、うん、で、じゃあポーチとか初心者向けさんのはまたその後々、うんうん、今集中するのは、うん、まあ、じゃあ一番したいものを、じゃあ先生うちの看板商品を横釜口なんで、うん、それがいいです、うん、相談させてもらって、うん、それでメニューを組み立てました、うん、まゆちゃんそれね、はい、私は思ったんだけど作家業でやってて、はい、まあ、教える方も楽しいってなった時にそのまゆちゃんの看板商品の親子釜口を他の人が作ってるのを嫌がる人も中にいるんです、はい、あ、はい、それはなかった、まあ、なかったです。なかった。それを作っ、うん、同じようにガマ口っていっぱいあるのに、うん、どれが売れるのかなって、うん、やっぱり分からないで長くやってる方多いんで、うん、これいいよっていうのを、うん、教えたかったんですよ。なるほどね。教えたかった、うん、これいいよっていうのを伝えたかった、うんうんうん、まあじゃあドリームにおいてはね動画を作って、はい、でその動画ね、こう動画でお悩みなんですか、はい、とか本当はこれなんですよみたいなお話をするんだけど、はい、それを実際に使って集客して、はい、で申し込みまでつなげていったんだけど、それやっていく中で、はい、今多分マロ社長が多分こと言ってますよマロ社長が、ま、マロ読みましょうか。あ、はい、そうですね、マロちゃんも読みましょう、ね、社長も一緒に勉強してきたんで、膝の上で、はい、どうぞ。そう、社長来たかったね、ごめんね、待ってたね、うん、はい、一緒にね、あの家庭訪問来たメンバーが、はーい、今お待たせしていただいてます、ね、じゃあそれ、はい、じゃあ、まあ、何でもいいよっていうふうに、はい、言いたかったから、はい、特にはその、まあ、教えてもいいなって思って、はい、で実際にね、それこう実際にこう動画を作ってもらって、はい、でその動画を作ってる間に、まあまあ、実際にねプロモーションって言ってあの生徒さん集めて、で生徒さんに動画見てもらってやってて、はい、今までやったことがない集客スタイルであり、はい、講座の申し込みに至るまでの流れなんだけど、はい、実践してもらう中でなんかどんなことに気がついたとか、えーって思ったこととかありますか？もう、うん、自分の中身を、うん、100% は出せなかったけど 90% ぐらい自分の過去をさらけ出したって感じですよ、うん、お悩みから、うん、こうなっていきました、うん、今こうですっていう、うん、自分のストーリーをめちゃくちゃ掘り下げないと、うん、あの自分入ってきてほしい生徒さん、うん、未来の生徒さんに伝わらないんだなっていうのが身に染みて感じたので、うん、でもそれ、うん、自分で感動したんですよ、うん、振り返りながらなんか泣きそうになって、うん、あ、頑張ってきたなって自分で思ったので、うん、でもそれ偽りじゃなかったので、うん、生徒さんが共感してくださった方がやっぱり入ってきてくださって、うんうん、だって実際にあの動画配信中に、うん、まゆちゃんとのやり取りねちょっと見せてもらったんだけど、はい、なんか こんな言葉をもらえるんだみたいなのが書いてあって、あの Google のシートになんか、はい、共感してくれる人がいっぱいいてみたいな、はいはい、うん、あのまあ本当にガマ口を今まで作ってきたけど、うん、どれを柱にして売り上げ作ったらいいのかわからないっていう悩んでる方に親子ガマ口を勧めたかったので、うん、まさにそういう人に来てほしかったんですよ、うん、そういう方がトップバッターで来てくださって、うん、その LINE にメッセージいただけたんです、うん、それが、はあ、
たって、私が会いたかった方が本当にいるんだなっていうのがびっくりしました。なんかそれが伝わるんだなって思って、うんうん、確かにね。だからまゆちゃんみたいに言ってくれる人が結構ドリームの皆さんの中にいて、はいはい、本当に最初はね疑心暗鬼にね、もう本当にいるのかなみたいに言ってるんだけどでも実際集めてみたら、はい、まさにってね、いらっしゃいました、ね、そうなんです。そういう体験をしてもらって、で結局まゆちゃんその時に、はい、まあ、売り上げ作れた、はい、いくら売り上げ作りましたか、その時。16名の生徒さん来ていただいて、うん、売り上げが160万ぐらいでしたね、はい、すごい、びっくりしましたね。それまでもね、売り上げってやっぱりほら毎月ね、はい、イベント出て30万とか作ってたけど、はい、どうですか、初めてその桁が違ってた、桁が違いました、うん、その一気に来る、うん、桁が違って、うん、多分講座がびっくりしてたと思う、私の講座校長さんがびっくりした。ちょっと、うん、ちょっとちょっと、はい、でも自分の中ではそれはやっぱりすごい嬉しかった。嬉しかった、まあ、金額だけじゃなくて、そんなにたくさんの方がいらっしゃったんだなって思いました。はい、そして今なんと型紙のコースも、型紙のコースを、うん、あの今親子で来た方のお悩みは、うん、もう全く私と一緒なので、うん、じゃあ今度はオリジナルを作っていきたい、でも型紙自分で書いても仕上がりがおかしい、うん、人の型紙使ってるっていう方たちも同じ悩みなので、うん、じゃあ次どうしたいかなっていうので、うん、今いる生徒さんたちに型紙を書けるように、うん、オリジナルが作れるようになる講座を販売しました、うん、あ、はい、入っていただいて、入っていただいて、だからもともと1期生で親子がまぐち作った方が終わりました、はいはい、で型紙のコースにご案内した16人中何人ぐらい、はいはい、ですね、うん、オンラインでは10名入る。おお、すごい、うん、10名ですね、うんうん、で対面に来ます、近い、まあ、近いって言ってもちょっと九州ですけど、うんうん、その人もやっぱり対面がいいって言って、うん、その人は対面に、あ、ここまで来るんね、ここまで来られます。で、そういう方たち11名、おお、すごいですね。じゃあしました、ニーズがあったってことですね。それプラス2期生さんも募集した、はい、あ、2期生さん今あの、うん、L ステップって言ったの、 LINE の自動で、うん、自動化もしてますので、はい、自動化も勉強して、はい、もうねどうですか、もうだからワイちゃん結構なんかがっつりこう、もうだから吸収できることは、そうなんです、早めにやっちゃいたいと。わかるわかるわかる、はい、AC もうね、今と思ったら途中でね、自転車漕ぐスピードがちょっと間に合わなくなってたりするんですけど、うん、でももう漕ぎ切ってみました。素晴らしい、すごい。だから、あ、そうだよね、こっちこの間だよね、この間終わりました、ね、自動化講座、はい、そう、5月いっぱいね、サポート3、4ヶ月ぐらい、5ヶ月ぐらい、4ヶ月だった、6ヶ月、え、でそれを使って、じゃあ2期生さんも、はい、2期生さんをなんか型紙の準備をしながら、うんうんうん、2期生さんをもう自動化セッティングができたので、うんうんうん、回し始めて、今、うん、まだ1ヶ月経ってないです。どれぐらいですか、今2人親子がまぐちに入ってきてくださって、講座をお申し、2期生様今2人来ていただいて、うん、特にだから自分何もやっても自動化で入ってきてるんですよね、はい、自動化で入ってきていただいて、型紙の体験会も今募集していて、うん、それも今2人入って来週一緒にやるんですけど、うん、そういう感じで自動化で、まあ、他のことをやりながら入ってきてくださるっていう、うん、いいでしょう、いいでしょう、びっくりです、ね、全部びっくりです、全部初めてなんで、ね、はい、全部初めて、そうなのね、だから自動化も取り入れながら、うん、でもやっぱりこれからどうですか、またワークショップとか出たいですか、ワークショップ、うん、ワークショップで、あのイベントか、イベントですね、うんうん、イベントはもう自分の講座を全部作り終わって、うん、自動化に乗っかって、うん、時間ができたらまた出たいです、うん、え、そろそろもうなんか、ね、またちょっと飢えてきたんで、うん、イベント出たいっていうのが飢えてきたので、うんうん、そういう時間を作りたい、なるほど、あれですよね、だからまだどうだ講座の方で言ったらメインの親子があって、うん、体身があって、多分初心者さん向けも今度やるのかな、そうですね、うん、多分ね、ね、そうすると、まあ、綺麗に全部揃うかな、はいはい、ってなった時にね、今度はじゃあ何やりたいですか、まゆちゃん、全部揃ったんですか、うん、まあ、全部揃ったら何やりたい、全部揃ったら、うん、旦那さんを、うん、一緒に働くスタッフとして、うん、働いてもらって、まるちゃん、まるちゃん、まる
もほら実務をねする人間が、うん、あ実務ね実務、はい、実務をしてもらう旦那さんを絶対役だもんねこの子はねスタッフとして働いてもらって、うん、あの全国旅しながらキャンピングカーで旅しつつ、うん、やってやって指導何何ですか指導じゃなくて自動化あ自動化ね認定講師さんとかまだ考えてない。考えてない。でもできるようになったらいいね。親子浜口の認定講師さんが。そう、ね、全国各地にいてくれたら。いてくれたら。ね。いいんじゃないまた浜口の世界が。また。広がるよ。忙しいですね。ね。そう。でも私もさ、今何箇所、4箇所ぐらいオンサロ入ってて、オンラインサロ入ってて、はい、3つぐらい今学んでて。でもほら、好きなことだけ学べるじゃん、はい、大人って。そうですね。で、学んだら、それまたお金に変えられるじゃん。うん、お金に変えられるじゃん。そうですね。ね。そうですね。ね。うん、だからそれはすごい楽しい。はい。ね、どうですかじゃあ、じゃあ勉強する前と今とではもうどうですかね何が大きく変わりました意識が意識もねそうだよね、うん、あもうもちろん売り上げの柱ができたので、うん、これでいこうっていうブレがなくなりました、うんうん、私看護師だったので、うん、あら多いね看護師ちょっと看護師に戻ろうかなっていうまだ起業したての頃も、うんあったハンドメイドでいけるのか、うん、どうなのかっていう迷いがあったので、うん、看護師はまあ免許があるからいつでも戻れるっていう、うんまあ、ちょっとそういう気持ちあったんですけど、うん、ノートリーム入ってがっつり学んで、うん、これで柱にするぞっていう、うんうん、できちゃうよねもうねそうです ね現実的に意識も変わって、うん、その収入面も変わったので、うんうんうん、変わりましたね、うんどうですか人生が人生が何ですかねよくわかんない人生変わるよね、はい、でも旦那さんはまゆちゃん見てて、はい、なんて言ってます好きなことすればいいんじゃないですかあいい旦那さんでもまあ時々ほら、うん、楽しい中にもやっぱり学ぶ厳しさもあるじゃないですか、うんうん、くじけたりする時は、うんうん、自分で決めたんでしょって言われますあやっぱりいい旦那さんだなだからその旦那さんを雇わないといけないいやでも旦那さん今単身赴任でどこ行ってるんですか、ね、そうですそうです、うん、鹿児島に行ってて、うん、そっちの仕事もしてるんですけど、うん、いずれその仕事を定年が来た時に、うん、一緒にも旅行しながら働く、行きたいなと思って、なんかキャンピングカーの鎌口屋さんで鎌口ワークショップで全国に生徒さんがいて会いに行って会いに行けるね社長も行くんです社長も一緒に行けるよ社長も接待で接待でね、はいじゃあ千葉にも来てくれるかなまるちゃん来てくれるもうね、飛行機乗ったことないから車で来るんじゃないのそうですね、車で、ねねね、車だったらいける車だったらいけるから、はいね、みんな来てねって待っててねって、まるちゃんね、まる見てますはい、はい、ということでまゆちゃんに今日はいろいろ話を伺いしましたありがとうございます、ね、黄色いつながりに今日着替えようかなと思ったんですけど、はい、あの、いいんじゃない黄色でいいってこと。黄色、もう黄色でいいです。かわいいのしてますよ。はい、これお友達のかごあみの、うん、あの、タイニーバスケットのさっこちゃん。さっこちゃんどこだよ来週来るんですよ。え、どこここに。京都です。京都。ね、だからもうね、みんなドリームセンみんな仲良、はい。今日ね、みんな、そうなんですそうなんです。そう。まさかのね、ここで。どうですかまさかそういう日が。まさかですよ、うん、1年前。立ってないかも。全然知らなかった方が。ね。うん来て今からご飯に一緒に行きます、はい、宮崎牛を食べてきますので宮崎牛で元気つけてはい、はい、ということで、はい、今日はこれであのお話をたくさん伺わせていただきます本当楽しかったなんか夢あるよね私も明るいまたまゆちゃんがまあ、ね、少年の小学生の、ね、みたいなこんなピュアな子がいるんだなって私も思いながらねすごい嬉しかったです内緒はい、内緒いつまでも乙女でございます少女でございますはい、ありがとうございます、今日のね、動画が楽しかったよって方はね、はい、いいねボタンと、それからぜひチャンネル登録よろしくお願いします、はい、お願いしますそれではまたお会いしましょうバイバーイ